G7C ですね。逃げていく、逃げて。C が1個入るんですね。そこから Bm7 フラット5。Bm7 白い鳩、 Am から Am7G ですね。で F ですね。それとも F が2回入ります。2小節入って、ということで今回はリズムをつけて練習しています。125ぐらいなので少しこう原曲よりちょっと遅いかもしれないですね。こういう感じで、こんな感じで通していってみたいと思います。そのギターを持ってね、一緒にコードが出ますのでやってみてください。いきますよ、カウントの後いきます。1,2,3,4。感じでリバーに入っていきます。どうでしょうか、できそうでしょうかね。はい、あとはね、自分でね、簡単なようにねアレンジしても全然大丈夫です。自分の歌の合わせやすいような感じの伴奏でもいいですし、2人でやるときね、伴奏とギターでやるときは 歌の人がね歌いやすいような感じでこんな感じでやって、あとこうチャララ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 ラ入りやすいな、ダララな感じで弾くと分かりやすいと思うんですけど、いかがでしょうかね。ちょっとねぜひ練習してもらいたいので、ちょっとコードチェンジが早いところがありますけど、早いところでやって練習すると遅くなった時に楽だと思うんですけど、ただ早い時に出てくるパターンが多いんですね。なのでぜひね練習してもらいたいと思います。 Bm7 フラットですね。前半は流しましたけど、後半ですね、切るやつです、今までやったやつをやって、終わりたいと思います。はい、それではいきますね、一緒に弾いてみてください。 AB ピンは125ですね。いきます、1,2,3,4。
カウントの後いきます。ワン、ツー、スリー、フォということで、B-7 フラット5の練習曲ですね、太陽が暮れた季節をやってみました、では練習してみてください。 J チャンネルでした、この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、評価ね、高評価よろしくお願いしたいと思います、ではまた次の動画をお願いします。練習してみてくださいね。ではまた。